日本代表は1月17日、カタールドーハでアジアカップグループリーグ第2戦イラク戦、19日に向けて練習を冒頭40分間公開した。MF 三笘薫も約30分間の部分合流、DF 渡辺武氏が別メニューで調整した。14日の第1戦、ベトナム戦では苦戦しつつも4-2の白星スタートを切った森安ジャパン。 守護神候補の武器鈴木彩津也は2失点の反省を口にした中で、森安ジャパンで絶対的なレギュラーが不在となっている武器問題を分析する。取材、門イコールフットボールゾーン編集部、小杉舞、写真、可愛すぎる、メガネ似合いすぎ、三笘薫のアスリート美人妻がイギリスを満喫する様子。難しさというよりか自分としてはセットプレーの準備であったり、 失点したシーンの技術的なミスの部分であったので、しっかりと反省して次につなげていきたいなと思います。ベトナム戦の2失点をしっかりと振り返った鈴木。セットプレイからの2失点は武器の問題だけではなかったが、若き守護神候補にとってはほろ苦いアジアハイデビューとなった。 今回のアジア杯はサンフレッチェ広島の大阪圭介が昨年12月に右手修正骨骨折の手術を受けて全治2ヶ月と診断された。アジア杯の出場が絶望となった中で、パリ五輪世代の野沢大使ブランドンが昨年末から始まった合宿、元日の対戦に招集。続けてアジア杯メンバーにも選出された。もう一人は昨シーズンの優勝キーパーである前川大也。 ただこの3人合わせて国際 A マッチ出場が6試合、ベトナム戦込み、という経験値がかなり浅いメンバーとなっている。今回、次の守護神候補である鈴木がベトナム戦に出場したが、武器内で自身の経験を伝えたり、メンタルケアをできる人材はいない。鈴木自身、すでに次戦に目を向けて切り替えている様子ではあったが、 決勝トーナメントに進み、重圧も高まってくる中で牽引する存在は必要だったのではないか。今後、鈴木を軸に据えるとは思われるが、だからこそ1ヶ月以上合宿期間がある中で、例えば、ジュビロ・磐田に移籍したばかりの川島栄二やガンバ・大阪の東口淳章らベテラン勢を招集すればリーダーシップを取ってくれたのだろうと感じる。フィールド選手のフォローもあるが、 特殊なポジションだけに壁にぶち当たった時に引き上げてくれる存在がいればと思うただアジア杯はフレッシュな3人で乗り切る第2戦以降も鈴木を主に起用して経験を積ませるだろう今後十数年未来に目を向けた場合にはこの先行投資が大きな財産となっているかもしれない